皆さんこんにちは。今日もフィリピンパラワン島プエルトプリンセサからお送りしています。今これ収録しているのが2024年7月の8日月曜日です。今ですね、マリアとパオと一緒に水道局に行ってきたんですけど、何しに行ってね、水道料金支払いに。で、いつもG キャッシュでね、スマホでパパパって払ってたんだけど、ちょっとね、気がついたら、水道料金ずっと払ってないよね。で、いきなりね、止められたらいけないんで、多分請求書を毎月こう、配達してくるやつがサボってたかなんかで、ここと自宅の方とにね、その請求書が来てなかったんですよ。で、先月ぐらいからかなと思って、2ヶ月分ぐらいなのかなと思って、いきなりね、払わないで、線閉められちゃったら合わないじゃないですか。で、行ってきて、そのね、G キャッシュのレシートが、このスマホにあるんで、この番号を見せて、2箇所の見せたらね、はい、いくらいくらいくら、あ、こっちもね、って、両方で、3,270ペソですって、ええー、みたいな。これ何ヶ月分あんのって、2ヶ月か3ヶ月じゃないのって言ったら、4ヶ月分だって言って。で、よくよくね、G キャッシュのその、支払いの記録を見たら、3月に払ったのが最後だったんですよ。だ4、5、6、7、4ヶ月分、2箇所。普段はね、その1ヶ月300ペソちょっとなんだけど、支払い遅れると利息がつくんですね。それで2箇所、8ヶ月分ということでね、両方でね、3200ペソ。で、月あたり400ペソ。で、利子の分がだいぶついてんじゃないのかな。なんか頭きちゃいますよね。配達するやつがね、サボってね、多分それ捨てちゃったかなんかだと思うんだけど、ちょっとね、カウンターで文句言ってきたんだけど、配達するやつにちゃんとね、届けてくれっつって。で、今まで G キャッシュってこういうの払ってるでしょって。でね、ちょっと、文句を言ってきました。これ怒っててもしょうがないね、ここでね。そんなことがあるんですよ。配達ね、配達人がまたね、いい加減なのが配達してくるんで、その請求書ね。うん。今日はですね、メールとコメントでね、ちょっと同じようなことをいただいてて、とりあえずコメントね、皆さん読めることなんで、読んでいきます。菅谷豊さんからのコメント。メールもね、ちょっと同様の内容のが来てたんですけど、とりあえずコメントがね、ちょっと短いんで、これ読んでいきますけど、誠さんにお願いしたことは、今までの人生経験を踏まえて、これからの若者に対して、外国人、特に、フィリピン、タイ人と結婚する方のアドバイス、投稿願います。で、これ書いてるとね、長くなっちゃうんで、この投稿願いますって通り、僕今動画を収録してますけど、タイにはね、何回か行ってますけど、タイ人の女性ってそれほど僕は深くは知らないんで、フィリピン人に限って、言いますけれども、フィリピン人はこうだっていう、そういうね、決めつけ方はね、しないです。フィリピン人でもいろんな女性がいるし、それは個々の性格にもよるし、あとは生活環境。特に、フィリピンってやっぱりクラスがあるじゃないですか。ハイクラスのとこ、ミドルクラスとかこうね、いろいろありますけれども、そのクラスによっていろいろ違う。で、僕らが普通の一般の日本人が、フィリピン女性と知り合うときに、アッパークラスの方と知り合って結婚するっていうのは、まずまず稀だと思うんですね。ないとは言いませんよ。だからミドルクラスもね、結構難しいかな。一回ね、アッパーミドルの女性と付き合い始めたことがあるんですけど、向こうの家に訪ねてたらね、もうかなり僕から見たら、上流階級の暮らしをしていて、親父もきちっとしててね、あ、ちょっと無理だなと思って、僕は情けないことにね、こうバックアウトしてしまいましたけど、大体この日本人が知り合ってフィリピン人とね、結婚するったらミドルクラス以下、中流以下の家庭の子が多いと思いますけれども、まあ結構、まあ、水商売の子で知られたらずっと下の方になるんだけれども、やっぱりね、結構若い子僕ら狙いますよね。日本人、ジジイたち。で、すると、例えば20代の子、あるいは30代全般の子が、50過ぎのね、日本人のジジイと知り合うとしたら、やっぱりお金っていうのが、頭にというか最初にね、来ますよね。それはしょうがない。それはもう頭に置いとかなきゃいけないんだけれども、いい生活できるから、あるいは家族助けてもらえるから、日本人を選ぶ。で、外国人をね、
日本人だけじゃないですよ。白人もね、いっぱい結婚してるし、フィリピンの若い女性と。で、気をつけた方がいいことをしたら、やっぱりね、相手の家をよく見るってことなんだけれども、最近ね、パートナーはどこにっていうね、サイト、湘南エイジさんのサイトね、ちょっと紹介したりしてますけれども、その湘南エイジさんは、フィリピンの女性をね、紹介してくれる紹介所に登録して140万払ってっていうことなんだけど、紹介所に入ってる女性っていうのは大体親に引き連れられてそこに登録するなんて人が多いんですよ。で、実は僕もね、そういう、結婚手続きをしているところで、どうしても相手見つかんない人紹介してるよなんてところもね、これフィリピンでやるとね、これ違法なんですけれども、そういうところの見るとね、やっぱり18歳とか19歳の女の子なんかもいるわけですよ。親が連れてくるのね。やっぱりそのいい生活をしたいから、そこはね、日本人の男性がよくその結婚手続きで使ってるところだったんだけれども、だからね、お金なわけですよ。だから、最初からそれはね、念頭に置いといた方がいいんだけれども、どのぐらいね、財布の紐を締めるか、相手の、特に親にね、この日本人は財布の紐緩いな、その紐を抜けて、こう、財布の中覗けば金がいっぱい入ってるな、っていうのが分かれば、きりなく来ますからね。そこら辺かな。まずその金銭的なことではね、ちゃんと締めるところは締めるってことかな。法外の要求が来たらそれはダメ。ノーはノーではっきり言うってことが非常に大事です。で、特に、何を要求してるのかわからない。あ、オッケーオッケーなんて言ってるとどんどん来るんで、やっぱりね、言葉がわかんないとダメ。これはもうはっきり言っちゃう。だから今この翻訳機なんかもあるわけでしょ？それ日常会話の中でもなんかしてって言ったら、オッケーなんて聞かれたらもう一回言ってちょっと翻訳機に言ってもらって、ちゃんと内容をわかってからオッケーなのかノーなのかっていうのを答えるようにしないと、何言われてもね、オッケーオッケーなんて言ったらどんどん来ちゃって、だってあんたオッケーって言ったでしょってことになるんで、言葉わかんない人はね、きっちりと相手の言うことをわかるまで自分で納得してからオッケーなのか、それともノーって言うべきところなのかっていうのをきっちりと言わないと。別にね、ケチケチしろっていうわけじゃないんだけれども、若い子と結婚するわけですよね。なんでじじいと結婚してくれんのって、いい生活できるからお金があるからってことがもちろんあるわけだ。だけれども、必要なものは必要。そうじゃないものはそうじゃない。できることはできる。できないことはできない。きっちりとこの線引きをして相手に言わないとダメってことですよね。金銭的なことはね。あとは、その付き合っていくにあたってね、相手の子がね、楽しいのかどうかっていうのもちょっと考えてあげましょうってことね。だからそうだな、もうあんまり動くのもきつくなってからね、あちこち行くのも辛いかもしれないけれども、うちの中にこもって過ごすっていうんではなく、例えば知り合う段階でね、例えばマニラあたりであったとしたら、ちょっとだるいなと思ってもライブハウスに一緒に行ったりとか、ちょっとアクティブに動いてみて、ああ、こういう楽しみもあるんだってご自分でも発見すると思うんで、若い子はね、やっぱり遊びたいですから、そういうところにね、ちょっと連れてってあげて、なんだったらね、一緒に下手くそでもいいんです、踊りなんか。一緒に楽しんでっていうことも、できればね、やった方がいいと思うな。なんか遊ぶしたらカラオケだけって言ったら、飽きますよ、若い子。うん。で、できればね、そんな若い人も20代全般じゃなくて、せいぜい若くてもね、20代後半ぐらいの子で、ある程度ね、少しは人生経験を積んでるような子の方がいいと思います。だって20歳21のフィリピーナーって言ったらね、今楽しくね、いたいって、それがやっぱり一番最初に来てしまうんで、ある程度年のいった子の方が失敗しないんじゃないかなと思いますよ。できればね、子供の一人ぐらいいた方が、その自分の先のことを子供のことって考えるじゃないですか。子供のため、私のため、で後ろにいる私の家族のためにいい生活をしたいわって。この日本人が私たちをちょっと持ち上げてくれるんじゃないかなってことなんですよ。結局、なんで、
ね、同年代のフィリピン人じゃなくて外国人を選ぶかって言ったら、そこに描かれるのはやっぱりいい生活であって、そうなってる人も大体その知り合いの中に一人や二人はいるわけですよ。外国人と一緒になって、例えば外国に行っちゃった、アメリカに行った、日本に行った、ヨーロッパの方に行った、いろんな人がいます、たくさんいます。あるいはフィリピンに住んでてもいい家建てて、いい車買ってる、そういうのを見てるわけなんで、私も外国人とっていう人があなたのところに来るっていうことなんでね、そこら辺は頭に置いといた方がいいです。だからあんまり余裕のない人はあらかじめ、僕はああいうふうにはできないよ、ね、年金で生活してるんだったら、僕の年金ペンションがね、月々これだけしかないから、この中でやりくりしなきゃいけないんだ、別に貯金の額なんか言うことないんだから。あとはね、そのやっぱりね、こう話してると注意点とかそういうのって金銭的なことっていうのが多くなるんだよね。なんでかって、向こうの目的の大きい部分ってお金っていうのがあるから、だからそのお金以外で相手に気に入ってもらえるような魅力を、この外国人がね、どんな魅力を持ってるかってことだよね、結局は。それは日本人同士だって同じでしょ。日本人の結婚相談所でもいろいろ条件書くんでしょ。女性の方、相手の男性に望むもの、年収1000万以上で、どうのこうの、どうのこうのって。ね、例えば年収1000万なくて500万でも、会ってみて、あ、この人いいわって思われれば、OK なわけでしょ。だから、まあ難しいよね、やっぱり国際結婚ってね。育ってきたその環境が違うし、違う文化の中で育ってきてるわけだから、だから相手がね、やっぱり望むものっていうのは、そういう生活、ね、いい生活っていうのがまず第一なんで、だから自分ができることできないことをはっきり伝える。で、なるべく楽しく過ごすってことね。だってね、どれだけこの自分に外国人に余裕があるのかわからなかったら、探りますよね。これもこれもこれもって。いつ打ち止めになるのかなって言ってね。で、最初から、俺こんだけしかないよ。そこんとこね、結構大事だと思う。その、精神的にどうのこうのってのはもちろん大事なんだけれども、なぜ若いフィリピン人が年寄りの外国人と結婚するのかっていうのをまず考えてみてってことね。で、このコメントではね、これからその、タイやフィリピンの人の女性と結婚する若い方にって言ってるけれども、今話してるのはね、このジジイの場合、50過ぎ、60過ぎなんていう場合なんだけど、若い方の方がやっぱりいいよね。若い者同士で乗り回るだろうし、どっか遊び行くとかね、踊り行くとかなんかでも楽しいと思うけれど、だけどやっぱり外国人っていうので、同じね、その年齢だったら、日本人選ぶよりもフィリピン人選びますよ。経済的に同じようなもんだったら、うん、だから若くっても年取っててもある程度経済的なものっていうのがしっかりしてないと難しいかな。でもちろん親だってね、そのわけのわかんない外国人と結婚するのなんか嫌ですよね。フィリピンにその相手の男のね家庭があって、お父さんお母さんがフィリピンにいて、どういう家かなっていうのがあって、フィリピン人同士で結婚するっていうのが望まれる姿なんで、で外国人イコールお金っていうのはこれは悲しいかな、しょうがない部分で、若い方もね、年いった方もそこら辺をしっかり頭に置いて、あんまりそのカッコつけない、大風呂敷広げないっていうのが大事だと思います。こんな感じでよろしいでしょうか、メールいただいた方、このコメントいただいた方ね。うん。若い人ね、でも、あれじゃないかな、やっぱり、若い人だったら、その日本人の女性とね、なるべくお付き合いをして、なんとなく、それ経験だよね。その日本人との恋愛経験がなくって、じゃあフィリピン人行くっつったら、これはうまくいかないわさ。お金だけになっちゃうって。だって付き合い方知らないわけでしょ？たとえもし言葉ができたとしても、タガログ語ができる、英語ができるって言っても、女の子との会話が分かんなければそれ喋れないわけだから、日本語でできないことが、日本でできないことが外国でできるわけがないんで、若い方ね、どんどん経験を積みましょう。女の子を口説いてみて、付き合って、その経験じゃないかな、海外出てってね、女の子と知り合ってどうのこうの、まあ、結婚に至るとかね、
そういうので、やっぱり何事も経験になっちゃうんだよね。そう、まず日本でね、若い方の場合は鍛えて、自分のこの引き出しを多く持つっていうの、いろんなこうボキャブラリーから何から、こういう時はこうやってね、楽しませるとか、会話しててもね、こう切り返すとか、日本語だったらできるじゃないですか。いろんなとこでね、ドラマとか映画でパクったっていいわけだし、それができなくて海外でできるわけないしね、と思いますよ。今日はね、ちょっとこんな、これからね、タイやフィリピンの女性と結婚する若い方に言ってね、このコメントの方ではって方だ、ことだったんで、ちょっとこんな話をしました。はい。今日はこの辺で失礼します。